何なの、あのネイサン・プレスコットってやつ。シャレになんない。もう勘弁してほしい。こら、ありがとう。5年経っても相変わらずだな。そんな顔すんな、久々に会えたんだし。ほんと、会えて嬉しいよ。それからありがとね、今日はいろんなことがありすぎて。私も同じだよ。で、さっきのは何？なんでもないよ。ねえ、姉さんとは知り合いなの？ここらじゃ有名なクズだよ。もう一人の子は知り合い？ウォーレンね。借りを作っちゃったな。借りは面倒だぞ、トラブルまで起こして。静かな街だから帰ってきたのに全然落ち着かない。シアトルは肌に合わなかったんだ。そうなのかも。楽しかったけど地元から離れてちょっと寂しかった。都会の方が好きそうだけど。そっちこそどこの不良パンク少女かと思った。減らず口は変わらずか。そうでしょ。帰ってきたのはブラックウェルに通うためだろ。もちろん。写真の授業で有名な学校だし、マーク・ジェファソン先生に教えてもらえるんだよ。つまり私のために戻ってきたわけじゃないと。クロエとも会いたかったんだよ。どうかな、5年間音沙汰もなかったんだ。ごめん。ごめん、クロエも大変だったんだよね。いなかったくせに何がわかんの。私だって好きで引っ越したわけじゃないんだよ。戻ってきて1ヶ月も連絡よこさなかった言い訳は？学校に慣れようと必死だったの。内気な自分はもう嫌で連絡したいと思ってたよ。ジェファソンにはそんな見え透いた嘘つかないだろ。いいよ。壊れちゃってるよ。あらららら。子供みたいに泣くなよ。泣いてなんかない。でもこのカメラどうしよう、困ったな。うちのクソ親父の工具使えば修理できんじゃない。専用の工具がいるんだけど。そりゃ失礼。でもガレージの中にはいろいろあるからとりあえず見てみな。決まりだな。どうぞ上がって。全然変わってないね。ボロ屋へようこそ。この部屋もだいぶ変わっただろ。いい感じ、まったりできそう。まあ義理のクソ親父のせいでまったりってわけにもいかないけど。ドア閉めて。音楽でもかけてよ。音楽？ああこれね。電源がないと動かない。電源電源調べる？ちょっと一回戻ろう。ポストカード。ああ電源コードあるわ。
うん。電源が入ってもディスクがないと開けないよ。ディスク？今度？ディスクね。引き出しを調べるっていうのもあれだけど。一緒に書いたの楽しかったな。マックス&クロエ、彼女は殺し屋。うん。あ、映画のタイトルみたいなのね。ポスターか。ポスターを作ってたんだ。ディスクね。クロエがあのポスターを作ってたんだ。はあ。なんか関係があるな。ごちゃごちゃだ。中に CD 埋もれてないかな。なかったか。超楽しそう。超悲しそう。超飛んでそう。あ、面白いね。ディスク？おお、調べる？あ、あった。あ、行方不明者の写真だ。おい、見るな。ごめん、悪気はなかったの。すごく仲良さそうに見えたから。当たり前だよ。レイチェル・アンバーだよね。尋ね人のビラ、学校中に貼ってあるよ。私が貼ったんだ。親友だった。パパが死んでマックスが引っ越して一人ぼっちだった時、レイチェルに救われた。全然知らなかったよ。知ろうともしなかっただろう。14歳までは親友だったのに。まあ時々残酷なこと言うよね、クロエは。今も親友だよ。連絡しなかったのは完全に私が悪いけど、レイチェルがいてよかった。レイチェルはいつも味方だった。一緒にビッグになろうって言ってさ。私とは全然違うタイプで、スターになりたがってた。モデルみたいだよね。それが夢だった。私たち二人のね。こんな田舎町出てロスに行くつもりだった。お母さんは？でもお母さんは？おばさんはそれを聞いてなんて？再婚の方が大事だったんだろ。家を出る理由が増えただけだ。そうだったんだ。レイチェルはいつ頃いなくなったの？半年前、突然姿を消した。私にも言わずに一人で。どうしてわかるの？彼女の両親は？レイチェルのご両親は探してるんでしょ？現実逃避してるよ。でも絶対何かあったんだ。他にも何か知ってる風だけど。いなくなる前、運命の人と出会ったとか言ってた。それっきり。その後一度も連絡ないの？みんないなくなる。パパもマックスもレイチェルも。ね、音楽まだ？うん。 MP3 の再生ぐらい自力でできるだろう。じゃあかけよっか。ガレージに行けばカメラを直す工具があるはずだよ。クロエ、大丈夫？全然平気。ちょっと一人でまったりしたいだけ。
マックス、ここには工具はないぞ。ガレージを探せって。ガレージに行くのか。その前にあのスノードーム壊そうかな。これね。ちょっと、スノードームが壊れたじゃん。クロエは2年前にブラックウェルを退学になってる。昔はすごく勉強してたのに、もったいないな。ああ、そっか。カバン？うわ、汚れた服の匂い。臭いんだ。子供の頃に隠れたクローゼットの秘密基地。クロエ、雰囲気変わったな。一瞬わからなかった。クロエはいつも私より背が高くて、おじさんに測ってもらってた。うん。一人でまったりさせろよ。工具は1階のガレージだってば。つい5年前までは親友だったのに。ガレージにクソ親父の工具がある。カメラ用のもきっとあるだろう。一人でまったりさせろよ。工具は1階のガレージだってば。じゃあガレージ行こうか。でもまあすんなりゲームだから、ガレージに行くとは限らず。暗、これじゃ何も見えない。暗いか。よっと、開ける。これクロエの？大丈夫かな。抗うつ剤。クロエの髪の色好きだな。内気さがみじんもない。私とは正反対。ヘアカラー。まあこんなもんぐらいしかないね。あとはクロエのうちじゃないわ、部屋以外入れないか。何時再び故郷に帰れずと言うけど帰ってきた。さあ、ガレージに行く前に。お、ケイトから。今のはないよマックス、助けてくれてもよかったのに。ごめん、怖くなっちゃって。許してくれたかな。留守番電話。ここに来るのは5年ぶり。もっと長く感じる。気分の日にお前を例のゴミ捨て場の近くで見かけたそうだ。あそこには近づくなと何度も言ったはずだな。いいか、あの辺りは危険だ。ろくでもない輩も住み着いている。もう二度と行くな。わかったな。ゴミ捨て場。昔の留守番電話だ。メッセージがあるみたい。ゴミ捨て場ね。ここに必要な道具があるはず。ここがガレージか。じゃあさっきの階段の下の部屋は？ダメだ。向こう側から鍵がかかってる。そっか。プライス家の経済状況は良くないみたい。督促状？ああ、請求書か。写真。思い出の中のクロエはいつも笑ってた。今はあんまりみたい。何かあるかな？あったね。テレビ。
まあ消すか。なんかでも意味がありそうではあるんだけど。写真。ジョイスおばさんはまだツーホエールダイナーで働いてるんだ。町内一のバーガー食べたくなってきた。ツーホエールダイナー家庭料理。あーメモか。雑誌？わあ美味しそう。おばさんの料理また食べたい。月刊フードカート。ここは暖炉だ。こっちがテレビか。ここのテレビは私だったらとか書いてないんだね。もっと近くで撮れたのに。ソファー？座る？開けないよ。ビビったの？ビビってないもん。今開けるって。だったらマックスが先に飲んで。嫌だよ。リードシッペはクロエじゃん。はいはい、じゃあ飲むよ。どう？美味しいよ、すごく。私にも飲ませて。お子様はダメ。ずるいよ、私も飲む。やば、絨毯がワインだらけだよ、どうしよう。パパたちが来る、隠して。まあ昔の思い出か。シミある。このシミを覚えてる。おばさんのワインをこぼしちゃって、クロエと必死にこすったんだけど全然落ちなくて、すごく怒られたな。さてじゃあ、あ、こっちか。工具。ん？本を熟成させてるのかな。まあそうなんでしょう。これじゃ大きすぎてカメラは直せないな。開ける？テレビ。この行動が未来を決める。マジ？何これ、部屋にカメラをつけたの？嘘でしょ。これって深刻な問題だよ。クロエとおばさんは知ってるのかな。監視カメラだ。か、パスワードもないし、道具を見つける助けにならない。これはなんか意味がありそうだね、今後ね。だな。食べ物かな。ファイル。手が滑っちゃった。この行動が。どうしてケイトの写真がここに？待って、なんかすごく嫌な感じがしてきた。ああ、ケイトがあれだ、狙われてるんだ。どうしよう。戻そうか。これでファイルは落ちてないね。ほう。車。すごい車。クロエの新しいパパが好きなんだろうな。新しいパパね。すごい量。100年は缶詰に困らないね。かわいそうに、殺された上に首を飾られるなんて。ふんふんふん。工具か。クロエの新しいパパって学校の警備主任だ。
学校中に監視カメラを置くの？心配性すぎない？こいつあれか、クロエのことを狙ってんだな。じゃあクロエの新しいパパって学校の警備主任だ。信じられない。うん。ああ、昔は軍隊にいたんだ。ガンラック、つける、消す、ターゲット、やった、高得点。まあ不穏な雰囲気はあるよね。精密ドライバー発見。でも手が届かない。洗濯機をオンにする。私はバカなの？全然届かない。工具ね。落ちる前にやっとくべきだったね。そういうことね。了解了解。じゃあ段ボールを押し込んで、でスイッチオン。なるほどね。これはでも気づかないですよね、一発ではね。さすが、やるね、マックス。さあ、これで工具を手に入れて、道具も見つけたし、クロエが探す前に戻ろう。ブラックウェルの地図？どうしてこんなものが？これなんか意味があるよね、絶対。カメラ配置図か。ほう。戸棚を閉めておいて、ノートパソコン。新しいお父さんのものかな。いや、絶対事件起きるわ。これで特に痕跡は残してないよね。うん。じゃあクロエの部屋に戻ろっか。ここあれか、ドア、車庫に続くドアでしょ、多分ね。これ開けとこう。やった、開いた。ここを行き来できるようにしとくっていうのは結構大事なんじゃないかな。2階へ行く。んで、クロエの部屋。工具見つかったんだ。そこの机使っていいよ。治るかな。どう？全然ダメ。これマックスも？うん、今日撮ったやつね。あの野郎何やってやがる。あれ、これ見たことあるぞ。それはどういうこと？いつ撮ったんだ？おいおい、マジかよ。トイレの非常ベル、マックスの仕業だから姉さんに追われてた。そういうことか。命の恩人じゃん。お？な、そうなんだろう。うん。うん。奥に隠れてた。すげえ、忍者みたいだ。忍者なら姉さんを始末してたよ。私は蝶々の写真撮っただけ。マジかよ、やべえ。銃を見た瞬間、ちびりそうになったけどね。私だってすぐ分かった。よくわからなかった。よくわからなかった。まあ当然だろうな。すごく怖くてちゃんと見てられなかったし。無理もないよ。
ほんと、今日は驚きだらけ。それじゃあ、姉さんとの話も聞いてたのか。まあ、少しだけ。少しだけね。嘘だ、いたなら全部聞こえただろ。お金がどうこうって話は覚えてるけど、それ以上は本当に知らないよ。それじゃあ次の質問、誰かに言ったか。誰かって？誰にでもだ。言ったのか？校長先生に。でも信じてもらえなかった。本気で言ってんの？あの叫びたりはな、学校の利益しか頭にないんだ。絶対信用するなよ。クロエの名前は出してない。信じてよ。助かるよ。いつかちゃんと説明する。本当ありがとな。まあ、点と点が線につながり始めてるけどね。確か先月誕生日だったよな。死んだパパのカメラ、プレゼントだ。誕生日覚えててくれて嬉しいけど、これはもらえないよ。いいって。私は使えないし、ふさわしい人にあげた方がパパも喜ぶし、再会の記念にこの写真もらうからな。本当にいいの？ありがとう、すごく嬉しいよ。なんか湿っぽくなったな。よし、気分を変えて踊りまくろう。ちょっと本気？ほら、マックスも踊るんだよ。どうした、恥ずかしいのか？じゃあそのカメラで私を撮って。ああ、ちゃんとフィルム入ってたんだね。この曲上がるな。恥ずかしがんなって。踊れって。やればできるじゃん。消して、早く。やかましい音楽を鳴らすな。何と言えばわかるんだ。鳴らしてねえし。うぜ。そこにいよう、話がある。ふざけんな。マックス、早く隠れて。見つかったら私がぶっ殺される。クローゼットか。着替えてんだよ、うるせえな。マックス、どっかに隠れろ、早く。どっか？何してるんだ。え、まずはクローゼットでしょ。着替えてるって言ってんだろ。いいからここを開けろ。ここじゃない。クロエ、クローゼットじゃない。ふざけるのもいい加減にしろ。開けるんだ。ベッド。もう子供じゃないよ。ベッドの下には入れない。全然ダメだ。他のところを探そう。ああ。どういうことだ。関係ねえだろ。他人を家にあげるな。だから他人じゃねえっつーの、友達だよ。お前のか。まったく冗談じゃない。銃が一丁なくなった。え、お前か。あんたの銃なんか取るわけねえだろ。そもそも銃は嫌いだ。おい、なんだこれは。またここで知ってたな。いちいちうるせえな。ほっといてくれよ。俺に口答えをするな。質問に答えろ、命令だ。私のじゃないよ、マックスのだ。そうなのか。罪を切る。そうです、私のです。よくも人の家にこんなものを。警察呼ぶか。当然学校にも報告が行くだろうな。どこで何をしようと勝手だが、クロエまで一緒に巻き込むのはやめろ。非常ベルの件といい、どうもお前は図に乗っているようだ。どうした、口答えしないのか。ケイト・マーシュにも嫌がらせして。次はマックスかよ。何、何の話だ。証拠写真があんだ。分かったらさっさと出てけ。まったく、知ったような口を。マックス、二度とこの家に来るな。最後の警告だ。かばってくれてありがとう。マックスのおかげで追い払えたよ。うちら怖いものなしだな。最高の気分だ。よし、窓から逃げよう。
とっておきの場所を知ってるんだ。まあそうでしょうね。クロエのためとはいえ、嘘をついたら奨学金が危ないし、自分のことも考えないと。そうだよね。ここはなんか重要な分岐な気はするんだけど、なあ、隠れるところないしな。他に見つかんないよな、ここ。いや、ないな。まあとはいえクロエがいいやつかいいやつじゃないかで結末は変わってくるんだけど、まあ、あえてもういいかな。オッケー。つい5年前までは親友だったのに。早く逃げよう。窓を開けろって。じゃあ逃げよっか。あ、なんかこの感じいいね。この夕日に映って、あ、なんかこの感じいいな。夕日が映ってる感じね。じゃあ外に出ようか。